県内有数の米どころとして知られる加須市の農家では、地元のブランド米、北カオペコシヒカリの稲刈りが始まっています。加須市の北川辺地域で代々農業を営んでいる新井正明さんの田んぼでは、今年4月に植えたコシヒカリの稲刈りが本格化しています。新井さんの田んぼはおよそ10ヘクタールで、ほぼ全域でコシヒカリを作っています。今後2週間ほどかけて稲刈りを行い、合わせて 6.5 トンほどの米を収穫するということです。収穫した米は、加須市のブランド米、北川辺コシヒカリとして、地域の直売所や道の駅などで販売されます。新井さんによりますと、北川辺地域は利根川と渡良瀬川が近くを流れ、水と土壌に恵まれていて、北川辺コシヒカリはもちもちとした食感と芳醇な甘みが特徴だということです。今年はですね、台風もなく、順調に育っていると思います。ここ2、3日から1週間ずっと晴れが続きそうなので、収穫にはもってこいな陽気だと思います。ピクニックとはいけないかとは思うんですけど、やはり冷めても美味しいコシヒカリですので、おにぎりで食べていただくのが一番よろしいかなというふうに思います。